はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。ですね、またしても、お酒買いました。じゃーん、菊水のね、またしてもですけど、楽天でね、購入しました。またね、これね、菊水の、蔵元直送ということで、これをね、また開封していきたいと思います。今回はですね、まあ日本酒なんですけど、何を買ったかと言いますと、以前言ってましたが、ね。よっち、お、すごい。これは結構、かっこいい。じゃーん。なんか豪華ですね。これ豪華だな。じゃん。こんな感じ。菊水。っていうね、箱に入ってます。清酒 1.8 リットル詰みですね。詰めですね。はい。それじゃあ、パカッと。おーっと。まあ、今日はね、12月の31日、年の瀬ですので、こちらです。おお、すげえ。紙に包まれてる。本醸造の菊水のこちら銘柄が おすごい。これはあれだな、年の瀬と、というよりあれかな。正月にぴったりかもね。こちら、じゃーん。菊水の菊ラベル。本醸造ですね。はい。まあ、以前飲んだ、おばんですの、あれは清酒の普通酒だったんですけど、これの、それの本醸造バージョンかな。おそらく。うん。原材料名が米かっこ国産、米麹かっこ国産米、醸造アルコールとなってまして、精米部合が 70%、アルコール度数15度で 1.8 リットル。で、こちら値段が、確か2000、送料込んで2500円ぐらいだったっけ。確かそんぐらい。菊水菊ラベル。甘みと酸味のバランスが良く、癖のない口当たりと、味わいを持つ本醸造酒です。飲み飽きしない喉越しは、冷やでも噛んでも変わることなく楽しめます。と書いてありますね。香りが一番穏やかで、淡麗と中間の間となってます。こちらね。なんかね、あれですね。ほら、こういうやつ、ね。で、ロックが丸。冷やして丸、常温丸、人肌感丸。で、熱感だけが、丸も何も書いてないですね。ということは合わないということでしょうか。はい。それではね。ぬる感ぐらいにしてね。飲もうかしら。ぬる感ぐらいにして。思うかしら、ね、これは年の瀬にぴったりっすね。なんかこう、年の瀬と正月って感じしない？これ、なんかピカピカ光ってて。金ピカで。するよね。ものすごいするよね。よーし、31日。今日はもう31日です。今年も。いろいろありましたけど、皆さんお疲れ様でした。ね。お疲れさん。そしてね、謎のね、こちら、納豆です。腹が減ったんで納豆食おうかなと思って。うん。では、皆さん、乾杯。これは
甘さ。全くないね。おばんですよか、辛口です、ですね、これね。うん。あ。なんだ、おばんより、おばんですより。なんか、ドライな感じするけど。どうなんだろう。うん、美味しい。それでですね、確か前回の動画で、関係ない話をしようとしたんですけど、忘れてたんですよ。で、その関係ない話っていうのは、この納豆にまつわる話でですね、こちら。その関係ない話しますね。去年の、俺が一人暮らしを、東京でね、始めた時からなんですけど、ずーっとね、一年間ぐらい、吐き気がひどかったんですよ。なぜか。で、それで、以前、胃カメラじゃない、胃カメラとか、ね、撮ったりして、病院でやったんですけど、結局、異常が見つからなくて、で、何なんだろうっていうことでね、なんかね、もううがいしても、うえってなるんですよ。で、歯磨いても、うえってなって、もうひどかったんです。で、それがですね、原因が、こちら、納豆でした。なんでっていうことなんですけど、僕、納豆は大好きすぎて、毎晩、ご飯に、納豆を、特にこれなんですけど、僕の一番大好きな納豆、こちら。どこでも売ってるこちらですね。おかめ納豆の極小粒。こちらをですね、一バッグ丸々、ご飯にぶっかけて、3個ね、全部これ、ここに入れて混ぜて、それで食べてたんです。毎晩。でですね、なんと、健康にいいと勝手に思い込んでいたんですよ。納豆ってなんか体に良さそうなイメージあるじゃん。だがしかし。納豆はですね、どうやら、許容量があって、2パックまでなら OK なんだけど、3パック以上、まあ2パック以上、じゃね、3パック以上ぐらいになると、食べ過ぎでですね、なんかの成分が、悪さして、吐き気とめまいとかなんとかちょっとググってみましょうか。ね。せっかくなんでね。栄養満点。納豆の効果はすごかったけど、食べすぎると副作用が心配となってまして、こちらですね。なんと、食べすぎると嘔吐するって本当？ってなってます。これは納豆に含まれるセレンという成分のことを言ってるのだと思います。セレンは抗がん作用や、細胞の老化を防ぐ効果があると言われている成分です。ただ、過剰摂取した場合、中毒を起こし、嘔吐や肝機能不全などの症状が出ることがあります。どれぐらいなら大丈夫かということですが、納豆2パックくらいなら全く問題ないということでした。って書いてあるんですよ。でね、納豆3パック食うとね、これ許容、過剰摂取になるんですよ。うん。で、1日2パック以上食べるというのはあまりないですから、副作用に関しては考えなくても良さそうですねとか、ここに書いてあるんですけど、何言っとんのと。毎食ね、3食全部納豆をね、食ってる人だっているだろうって思うんですけど、僕は、夜だけ、1日3パック食ってました。
毎日。まさかね、悪いとは全然思ってました、ね、なませんでした、ね。ずっと、健康にいいもんだとってずっと思ってた。マジで。納豆。それがね、お前、好きすぎてさ、納豆大好きなのよ、俺。もうここにね、唐辛子をババババババって振りかけて、食ったりするのが大好きで。で、あと、まあ、メジャーですけどね、ネギ入れたりとかね。大好き。いただきます。3パックぐらいの余裕でペロリと食べちゃうから。これちなみに2パック分ですね、これ。ああ。うまっ、これ。うまい。皆さんも気をつけましょう。納豆大好きな人はね。結構いると思うんですけど。ああ、なるほどね。納豆は3食セットで大体売ってますが、毎回買いに行くのめんどくさいものです。そこでおすすめなのは冷凍保存です。へえ。冷凍しても納豆菌は死なず、栄養は損なわれることはないなって。まあ、俺、冷凍庫がパンパンなんでもうダメですけど。納豆に、日本一高級な納豆専門店っていうのがあるみたいらしいですね。これ知らない。二代目福次郎さんの日本一高い納豆。ああ、うめえ。高級納豆。俺はね、ちっちゃい納豆が好きなんですよ。大粒よか。この極小粒ってやつ。豆がちっちゃいやつが好きなんですよね。へぇー。ご飯にはこれ、鈴丸小粒納豆。8食入り。8食入りの、72時間熟成。で、値段が1120円。はぁ、あ。まあ、納豆だいたい1パック90円ぐらい。1パックっていうか3パック分か。だいたい売ってますけど。まあ、だいたい80円か90円ぐらい。100円ぐらいか。これちょっと食ってみたいですね。俺納豆マニアだから本当に、これちょっと食ってみてえな。一食 30g だって。はあ。で 30g が2食入りで、つまり 60g 入りで、280円らしいです。当店特別価格。まあでも280円だったら、まあ、手届きますよね。あ、これ今度買おうかしら。で、他にひきわり納豆とか、あともう一つ大粒納豆っていうのもあるみたいですね。はあ、うわ、これあれだぞ。俺でもヒカキンのパクリできるかもしれんぞ、これマジで。
あの、最高級、最高級みたいな言って、超最高級の、ほら、なんかヒカキンさ、あの、日本、世界一高い水とかさ、意味不明なことしてるでしょ。俺でもできるの、これ。一番高くても2000円ぐらい買えるわ。ああ、8色入り2000円だって。かあ、2200円。8色入りで2200円だってよ。たっけ？鶴の子納豆。これなんだ？最高級大豆使用。通常の3倍時間かけて熟成させた一品。かあ。2200円だって。北海道産鶴の子大豆。これ買えるわ。2200円だったら俺でも出せるぞ。酒のおつまみにもなる。大豆。俺、ひき割り納豆はあんま好きじゃないんだよな。ひき割りはね、あの邪道ですね。うん。あのさ、あれ。俺、あと、あんこもね、あの、なんか、あの、なんだっけ。あんこのさ、こしあんが、嫌いなんですよ。俺、つぶあんなんですよね。やっぱり。やっぱね、あんこ好きな人ってね、あのね、つぶあんがね、至高ですね。あんなん、こしたやつなんてな、あの、ダメですね。邪道です。うん。ああ。どれが一番高いんだろう。ああ、でもやっぱこの鶴の子納豆っていうのが一番高いな。ああ。ああ、やっぱこれが一番高いっすね。鶴の子納豆。大粒。これ2食入りで550円って書いてあるな。これなら買えるぞ。大粒。いや、俺大粒はいいんだよな。俺大粒はそんな好きじゃないんだよな。鶴の子納豆か、鶴の子納豆ってのは大粒納豆なんだね。で、大粒納豆がちょっと高いと。あー。でね、黒納豆、黒豆納豆なんてのはありますね。あー。これちょっと今度買おうかしら。すごいね。酒のつまみにもなる大粒納豆コーナーだって。酒のおつまみには塩で、ああ、わかる。納豆にね、塩かけるんですよ。醤油じゃなくて。で、混ぜるとね、うまい。うん。ああ、これ今度、今度買おう。ギフト詰め合わせ。これ詰め合わせ欲しいっすね。全種類のやつ欲しいわ。全種類、ぴゃっぴゃっぴゃって書いたいね。少量ね。さっきの500円とかのやつを、少量ぴゃっぴゃっぴゃって。全種類買いたいね。引き割り、大粒、小粒。この3種類しかないから。ああ。他にもなんかいろいろありますけどね。これ今度買おうかしら。うん。買って今度はあれですね。最高級スーパー納豆日本一高い。まあ、あくまで日本一だから、ね。あくまでも、世界一ではない。世界一ではない。
でね、ただね、納豆ってね、味噌汁とかね、にはね、ダメなんですよね。俺個人的に。納豆食って、で、味噌汁飲むっていうのが、口にね、なんか嫌なんですよね。なんていうのかな。なんで嫌なのかよくわかんないね。口にさ、ネバネバっていうのがついてる状態で、なんか汁物を飲むと、なんか嫌なんだよな。あれ何なんだろう。あの感じ何なんだろう。あれ俺だけなんだろうか。他人もそういうのあるんかな。俺だけなんかね。ちょっとわかんないっすよ。俺だけなんかもしれん。なんか嫌なんですよ。なんか不快なんです。で、ちょっとね、熱燗じゃないや。ぬる燗ぐらいにしようか。だいたいね、30度。30秒ぐらいこれよ。レンジでチンをして。でね、だからね、今ね、こうやって酒飲んでね、これ、食ってるでしょ？これも嫌なんですよ。なんか口のヌルヌル感がここにくっつくのも嫌だし、で、口の中に納豆がネバネバっていうのが残ってる状態で、この酒を飲むと、酒プラス納豆の味がしてなんか嫌なんですよ。だから酒の味じゃないんで、俺単品で食いたいんですよね。もうご飯と、もう何にもなしで、ご飯白米とこの納豆だけっていうのが一番いい。あと汁もいらねっつ。汁物どころか、おかずいらねえって。で、よくあるんだけど、ご飯にかけたら何杯でも食べられるってやつは、あれは俺納豆っすね。納豆で、まあ、茶碗で、5杯は食えるな。下手したら10杯ぐらい食える。だって俺いつも晩飯、1.15 ぐらい食ってるわ。で、今日も毎日だいたいカレーなんだけど。それプラスカレーです。で、これ納豆を食った後は、口をね、ゆすぐ。そうすると、お酒が大丈夫です。これでオッケー。やっぱね、納豆は大好きなんだけど、なんかこう酒を飲みながら、だからつまみにはあんまり納豆はダメだね。
個人的には。うん。あくまで個人論だからね。ああ、ということで。ああ、なんかこぼれてるし。ああ、なんかすっげえこぼれてる。めっちゃこぼれてる。中で沸騰したの。中で沸騰したの。多分ぬる感ぐらいにはなって、ああ、ちょっとだけあったかい。ぬる感ぐらい。うん。ああ。これちょっとあれだね。前回のあの、おばんですと飲み比べするべきだね。うん。ああ。菊水。今年も終わった。今年もなんとか生きながらえることができたよ、僕は。キクスイのホームページ。キクラベル。晩酌糖に根強い人気、すっきり辛口で昔ながらのうまさと好評です。最近あれだな、菊水酒造ばっかり飲んで、菊水ばっか飲んでるけど、このね、会社、あの、株欲しいんだけど、株買えないんですよ。多分、上場してないから買えないんだろうな。応援する意味で、酒？俺の中で好きな酒造が、まず宝酒造。ね。と、あと、菊水酒造。あと、もう一つ、まあ、なんすかね。こんぐらいかな。三つ星はないですね。二つしかないな。今のところ俺が株欲しいなって、株買いたいなっていうレベルの好きな酒造、この二つぐらいしかない。あとなんかあっかな？なんかある。ビールとかはもうだって、あ、アサヒかキリンかサントリーか札幌でしょ？まあどれもこれもまあ、ワンチャンあるとしたらキリンなんだけど。まあでもキリンも、ね、グランドキリンとかいうゴミみたいなクソ商品を出してる時点でちょっとなーって思いますけどね。なんていうか、ねえ、まあいいや。とりあえず飲もうぜ。癖のないスッキリとした口当たりで、昔ながら飲み飽きしないお酒です。焼き鳥や煮込み料理など、いつもの魚をより一層美味しくする嬉しい一本、ぬるめの缶がおすすめです。あ、ぬるめの缶がおすすめ。じゃあ、ぬる缶いただきます。乾杯。おー。おー、これまたあれだね。ウィッシュ。ということでね。今年30歳になっちゃったよ。俺も年食ったな。俺も年食ったわ。うん。おー。
これはあれだわ。これはあれだね。なんか、ぬるめにしたらなんか、口当たりがさ、結局人肌ぐらいだからさ、こう、スルッと入ってくるよね。なんか、あれ?こう、体温が触れたような感じ?だから、今まで冷たかったとか、暑いとかだと、やっぱ、こう触れた時に、おって変化がわかるわけじゃん。でも、この人肌ぐらいだと、もうこう、あれ?入ってきたの?みたいな。もうそれがわからないぐらいの。この口当たり。はぁー。って感じ。値段が 1.8 リットル。あ、これ、このキクラベル 1.8 リットルしか売ってねえ。あのちっちゃいやつとかも一切売ってないですね。1.8 リットルのみの販売で、1772円が、定価となっております。うん。確かに、ちょうどいいな。ああ。これちょうどいい。ああ、うん、おばんですよか。おばんですよか、こっちの方が辛いんじゃないか。甘さがあんま感じないよね。うん。ちなみにこれも結構レアです。多分新潟県内でも売ってるところは多分柴田市っていう、まあその菊水酒造のある、その地域、まあ市内しか売ってないんじゃないかな。うん、あんまり見かけたこともないですけどね、これはね。うん。新潟県柴田市島形750菊水酒造株式会社ね、うん、まあでも柴田のその地元の酒が酒蔵っていうか酒の会社がさ、ここまでさ世界に、てか日本に浸透してると思ってなかったもんね。うん。あのガキの頃は。俺が二十歳ぐらいの時は、ああ、菊水、ああ、売ってるわって。船口一番絞りとか普通に売ってるわって。ねえ、まあ、大した、興味もなかったっすけど。もう、今30歳ぐらいになって、30歳ぐらいになってっていうか30歳になって、あれだもんね。あ、すごい。だって、東京にも売ってるんだもん。お前、新潟県柴田市っていうゴミみたいな、言っちゃ悪いけど、新潟市内ですらない。新潟県の、新潟市ですらない。ねえ、田舎の、酒だよ。本当に。あんな田舎のさ、地元で、まあ、誇れる酒屋なんて、てか全国区で売ってるさ、のなんてないぜ。東京のコンビニの冷蔵庫に常備されてんだから、お前。菊水の船口一番絞りが。お前、すげえよ。マジで誇れるぜ。ああ。胸張ってやられるもんね。もう嬉しいもんね。うん。俺、ここの人の会社の人間じゃないけど。嬉しいもんね。地元がね。地元のさ、酒が売れるって結構、その全国区になってるってすげえ、誇れるぜ。あれだよ。女の口説き文句にも使えるよ、これ。日本酒飲もうぜーって言って、で、コンビニでさ、何にしよっかなーとか言って女が言ってるところで、俺が、
ここの、この酒、この日本酒、俺の、新潟県の、俺の、地元の酒なんだぜ。知らなかっただろ。キリみたいな。ええー、これ、いつも見てるけど、コンビニでずっとあるから気になってたんだけど、ユッキーの、地元のお酒なの、すごーい。惚れ直したみたいな。で、その、夜はもうセックス。あん、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 みたいな。まあ、そういう、あれです。そういう妄想ですよ。いや、でも意外と、あれなんじゃない？知られてない。まあ、あんまりあれだよね。あんまりさ、生、生主っていうか、ニコ生主とかさ、まあ、俺、過疎だからあれだけどさ、まあ、ぶっちゃけて言うとあれだよね。YouTuber のさ、ヒカキンだってさ、お前、新潟県出身なんだよ、あれ。ああ。まあ、ただ、あれ、ヒカキンってあれ、確か、新潟市内出身じゃなかった。出身で確か、あ、違うわ。新潟県妙高市だ。うわぁ、これ寒いとこだ、これ。上越市やん。上越地方じゃん、これ。はぁ、あ。田舎だわ。完全に田舎だわ。俺のところよか、下手したら田舎です。うちの芝田市よか、下手したら田舎です。これ上越市の本当にあれだ。山のとこだ。こりゃ寒いぞ、妙高市は。だって、妙高ファンタジーランドみたいな、そういう CM あったもんね。あれ、スキー場だよね。妙高は、スキー場が非常に有名ではあるね。はぁ。ヒカキン、ここ出身なんだ。それ知らなかった。1989年4月21日生まれだから、俺のちょうど1年ぐらいですね。だから1歳年下なんですよ、ヒカキンは。ん？1歳年下？ 4月21日だから。あ、そうでもない。2歳か。だって、4月21日ってことは、あれだもんね、4月またいでってことだから、せやね、俺、要は2歳下っすわ。うん、今28歳。身長174センチだから、俺要は1センチ上だな。俺、173ですけど。うん。へぇ。そう、雪の多い妙高市で育ったことから、小学生の頃の夢はスキージャンプでオリンピックに出ること。はぁ。妙高市なんてすげぇ雪だぜ。もう、あれだぜ。こんな、あれだぜ。もう、俺らの柴田市なんて、50センチ積もれば、まあ、がっつり積もったらもうやべえっていうぐらい、だったからね。もう、ヒカキンのところで多分1メーターぐらい積もるじゃん、普通。普通にな。え？ヒカキンの、本名は開発光る？
開発ヒカルと言います。かなり珍しい名前なので。で、これ名字が開発って、あれだよ、なんか、発明したみたいな、開発したの、あれだよ、開発だよ。ヒカルだって、すげえ名前だな。てか、名字がすごい。ヒカルはまあわかる。ヒカルっていう字。ピカーって光る。光る。まあこれはまあわからんでもない。まあ光るはまあわかる。開発って、この名字すごいわ。おそらく相当ないぞ、これ。全国で1700人ぐらいしかいないらしい。この開発って名字の人。うわ。ひえ。で、開発ヒカルさん同姓同名が日本に3人しかいない。まあ、同姓同名ってそんなにいないと思うけど、まあ、あれだよね。3人しかいないって言われても、まあ3人もいるのかっていうぐらいのレベルだけど。ああ。すごいね。はあ。1700人。開発って名字の名前、1700人、日本で1700人しかいないってすごいな。はあ。すごいね。あれ？あ。ああ。まあいいや。よくわかんない。わからん。開発の発の字がちょっと難しいぐらい、難しい感じの発みたいですね。難しい、これなんていうんだ、これ。読めねえの、これ。これ、発っていう字なのかもよくわかんない。相当寒い地方だよ、これ。相当というか、かなり山のとこよ。そんじゃ、これね、飲み比べしていきましょうか。お椀です。今日は長いよ。今日は長いよ。ああ、そうそう、最近、買った。これね、以前買ったって言ってましたけど、これっていうか、これちっちゃい方なんですよ。これちっちゃいやつね、また買ったんです。これのでっかいやつ前持ってたんですけど、ちょっとだけでかいやつ。それのちっちゃいバージョンもね、注文しました。うん、まあ、これで、ちょっとあれか。これを。よいしょ。値段的にはこっちの方が高い。で、こっちが、安いやつ。普通種だから、ね。こっちが高いやつ。こっちが安いやつ。これおばんです。こうなの？こうなるわけ。じゃあまずおばんです。違う。まず菊水のこっち、こっち。どう違うか。では、5番です。
あ、やっぱりあれだね。ん？あ、違うわ。これあれだ。実際飲み比べてみると、こっちの方があれだ。ちょっとマイルドだ。こっちの方がちょっとマイルド。こっちはシャープ。結構、口の中で、ピリピリっと感じるのがこっちですね。こっちは、マイルドで、そんなにピリピリ感がない。そんぐらいかな。ほとんど同じだな。うん。俺以前、なんだっけ、柴田氏の、動画にもあったけど、残してあげる。柴田氏の、なんだっけ、酒の陣か。酒の陣の柴田氏バージョンみたいなのに参加したことがあるんですけど、確か参加費が500円ぐらいなんですよ。で、飲み放題。なんですけど、そこでね、飲み比べの、新潟県柴田市って、5酒造か6酒造ぐらいしかないんですけど、まあ、6酒造ぐらいあって、そこの6酒のやつを、飲み比べみたいなのする、イベントが、まあ、あったんですよね。でね、ああいうのってほんとすごいよなぁと思うよね。俺絶対できないもんね。ああいうさ、酒の飲み比べ、特に日本酒？日本酒は全然わかんねえわ。ああ。すげえなぁと思うよ。俺いろいろ酒飲んできてるけど、絶対日本酒はわからんわ。ああ。日本酒とウォッカ、ウォッカぐらい難しいよね。日本酒ってウォッカぐらい難しいよ。ウォッカの、飲み比べで当てるのと多分同義レベルの難しさだよね。恐ろしい難しいよ、日本酒は。ああ。あれお前、ほぼ全問正解してる、やからがいいんだからな。化け物だぜ。ほとんど化け物レベルだよね。と俺は思うよ。マジ。まあ、ワンチャン俺も出場しようかなと思ったんだけど、俺バカだから、バカだっていうか、どうせわかんねえ上に、恥をさらす上に、顔もさらす上に、アホなんで、アホっていうより、そもそも、そういうさ、イベントの中のさらにその、なんていうかな、メインイベントみたいなのに参加する勇気がないんで、あれだから、コミュ障だからさ。すべてはコミュ障。だからダメ。ワンチャン俺の中で、まあ、ワンチャンスあるとすれば、俺いろいろ酒飲んできてるから、わかる、やつで、ただまあ、ウイスキーぐらいは、割かし自信はあるけどね、ウイスキーはね。ただ割かしぐらいなんで、所詮その程度ですよ。うん。ウイスキーは結構俺、わかる自信はなんとなくある。うん。
多分一般人よくわかるんじゃないかな。多分そこら辺の酔っ払ったサラリーマンよかは多分わかると思うぜ。ただ、所詮その程度のもんね。うん。結局、味覚っていうのが、よくブロガーさんで、味覚すごい人いるけど、あのさ、ブログにさ、本当にさ、ウイスキー飲んでさ、なんとかかんとかのなんとかかんとかで、なんとかかんとかでさ、みたいな。その味をさ、文章にする、その、例えばバラの香りがして、うんちゃらかんちゃらで、で、なんか花の香りがしてたのは、なんとかかんとか、ウッドのなんとか、方向臭がして、なんとか、なんだ、なんかさ、葉っぱの香りがしてるの、わけわかんないこと言うとるやん、あれ。もう、俺には意味不明なもんね。あいつら何を感じてんだって思うもんね。うん。完全にさ、もう人外に、俺の中でさ、あいつら何を感じてるんだっていうレベルだもんね。ウイスキー飲んでお前、一体俺の人知を超えたなんか、何かを感じてるよね。と俺は思うもん。本当に。ああいう人本当多分味覚いいんだろうな、あれな。あんなに文章にできるってことは相当味覚いいで、あれ。わ、さすがにあれ嘘で書けねえだろ、あんなの。嘘みたいなさ、知ったかでさ、書けるような文章じゃないぜ、あれ。あんなの。もはや人間かどうかも怪しいもん、あいつら。ほんとに。ウイスキーちょこっと飲んでさ、で、なんとかかんとか、なんとかかんとかって言うてる、批評してる人いるけど。あ、YouTuber にもいるか。YouTuber にも結構いますよね。うん、俺も、すげえなって思うのは、これちょっと言うてあれなのかわからないけど。ねえ。あんまり、なんか言うのもあれなんだけど。うん、まあ、よく俺が、いや、まあ、あれか。お酒の塾長って人いるんですよ。あの人。うん。お酒の塾長って人だ、なんだっけ、なんとか長、塾長だからなんとか長って人。確か塾長だった気がするけど。その、チャンネルの人？あれの人すごいよね。数も飲んでるし、結構ね、多分酒の、俺多分酒の、YouTube の動画で、多分一番多分酒の動画上げてる人間だと思うけど、所詮、俺って、数しか上げてないから。だから、酒の動画、今、パート、1400超えたけど、まあ、YouTube 界では多分一番上げてるんじゃないかなっていう。まあ、そこだけは誇れますね。ただ、酒の塾長って人は、あれは、結構動画も、めっちゃ上げてる上に、俺よか明らかになんていうか、語尾力、なんていうんだよ。俺、あれ読めねえんだけど、語源力っていうの、なんていうんですか。多分頭が良くないと出てこないような言葉を、軽々とペラペラ喋るからね。すごいよな、あれ。あの人はすごいよ、本当に。あれはすごいわ。語尾力だっけ？なんだっけ？漢字難しくてあれ読めねえんだけどさ、語源力だか、なんとか力っていうのは。
あれね。あれ、ようあんなこと言えるなんて思うな。絶対わからへんもんな。あれはほんとにすごいよ。ただ、もはや俺の中だと何言ってるか全然わからへんから、さっぱりわからん。だから、俺と違うなんか舌を持ってる人間だから、まあちょっとあれだな。まあこれ以上言わなくていいか。だからさ、結局そういうことなんだよね。うん。結局そういうことなんだよな。うん。結局俺と全く違う舌を持ってんだよ、あの人は。で、もう、感じて、酒を飲んで、ああ、これはなんとかかんとかの味で、なんとらかんたらの、うんちゃらかんちゃらで、とか言って、言うでしょ。あのね、あれはね、考えられん。だから俺はほとんど、そこら辺は、的確に答えられない。だから、ウイスキーを飲んで、これは、だから曖昧にしか言えないんだよ、俺は。うん。ああいう人たちっていうのは、的確に言うからね。うん。だから、的確に言うってことは、つまり、そんだけ味の分析ができてるってことで、俺は全く分析なんてできてねえんだよ。適当に、まあ、適当にって言っても、あれだよ。意味違うから。適当って言っても、本当に丸投げして、ああ、適当にやってやるわ、みたいな。そんな丸投げしてるっていう意味の適当じゃなくて、適切に言葉をその場で、適当に選んでっていう意味ね。まあ、適切に選んでっていう意味の適当なんだけど、俺大体酒飲んで、その適当な適切な言葉を適当に、その適切な言葉を選んで言うんだけど、結局、それがかなり曖昧になるの。わかりやすい言葉で言うと、俺が例えば字を書きました。他人に見せました。これなんて書いてあるのって言いました。他人がね。あ、これあれだよ。あって書いたんだよ。あって。って言うじゃん。全然読めねえ。よくあって読めるねえ。みたいな。そういうこと。つまり、俺にしか理解できないようなことを適当に言ってるんですよ。俺にしか、もわーっとした感じ、もわーっとした感じを、だから、こんぐらいなのね。俺が言ってる言葉の、味の評価がだいたいこんぐらいだとするんじゃん。ああいう詳しい人たちはもうこんぐらい適切に言ってる。俺、だいたい曖昧に言うから。って言っても、なんで俺が曖昧に言うかっていうと、もはや、俺の、舌が追いついていかないんで、曖昧に言うしか方法がないんだよね。手段がない。で、結果として、俺の中での評価は、でしかないんだよね。あの動画たちはね。うん。ね、三つ星評価とかさ、二つ星とか四つ星とか、
五つ星とか言うけど、あれは所詮、1、2、3、4、5でしょ？だから評価としては、5個しかないのよ。大体、大雑把に。5つの評価しかないわけね。結果として、その、5つの評価しかないってことは、俺は言うてることはほぼ5つしかないってこと。あ、ものすごくまずい。まあまずい。あ、普通。まあうまい。うますぎる。この、結果として、この5つしか言ってないんだよね。そういうこと。もう1時間超えたんで、もうやめます。無駄なこと言ってもしょうがない。これはあれだろうな。やっぱそこそこまろやかにはなってる。で、キクラベルはそこそこまろやかにはなってるんだよ。うん。うん、確かに口当たりがまろやかなんだよね。まあ、美味しいでしょ、普通に。うん。もう普通に美味しいってしか言えないもんね。この語尾力よ。語尾力だっけ？何力なんだっけ？これ読めねえんだよな。語彰力だから、漢字がさ、何力だっけ？これちょっとググっていい？語尾力だっけ？語彰力。これ、なんて検索したら出るのこれ。みんななんかよう言ってるけど。あった！これ。これなんて読むの？語彙力。なんだ語彙こんな読めねえよ。こんないって。いっていう感じ読めねえよ。語彙力って読むの。どれだけ多くの種類の単語を知ってるかどうかという力。ある言語においてどれだけ豊富な語彙を把握しているかという指標だって。あ、なんだよ語彙って。読めねえっつうの。なんだこの難しい感じ。語彙力か。ほんとクソみてえな、マジで。漢字だな、マジで。全然読めねえよ。語彙力自体読めねえんだよ、バカ。読めねえ漢字をな、あれなんだよ。すんなって話しよ。コク、甘み。結構辛い。香り。そんなない。まあ、開花って言われると、多分あんま買いではない。うん。そんなに買いではない。確かにうまいんだけど、ぶっちゃけ、これ買うんだったらお晩です、買って。た方がいいかなって感じがします。2233です。ということでね、皆さん、いよいよお年をお過ごしください。僕は、今日一日は、まあ、適当に酒を飲んで過ごしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。